ドニエプル、ドニエプル、ドニプロは大陸間弾道ミサイル ICBM を人工衛星打ち上げ用に転用した三段式液体ロケットである。ドニエプルという名称はドニエプル側に由来しているエスックコスモトラスにより運用されており、ウクライナのドニプロペトローシクにある国営企業 MK アンヘリ記念南設計局により設計され、 ユージュの液界生産共同体により製造された R-36M アトック、RS-20 あるいは SS-18ICBM を元にしている。ドニエプルは3段式のロケットで、毒性、腐食性が強いが、長期の保存に適したヒドラジン系の液体燃料を使用し、打ち上げに使われるロケットは、ロシア戦略ロケット軍での戦略任務から退役した。 ミサイルが商用利用に転用されたものである。150機のロケットが2020年までの間に使用可能である。ドニエプルはカザフスタンのバイコヌールとロシアのオレンブルク地域にある新設のヤースヌイ打ち上げ基地の車上コスモドロームにある地下サイロから打ち上げられる。ドニエプルロケットは有毒な燃料を使うため環境上の問題が 懸念されることと経済性の問題からこのロケットの打ち上げを打ち切る可能性が高いことが2012年に報道された。2011年8月に17回目の打ち上げを行った後2年間打ち上げが行われなかったが2013年8月22日に打ち上げが再開された。2013年時点の打ち上げ費用は約30ドル30億円。 2015年2月にロスコスモスはドニーエプルロケットプログラムを中止することを決めたと報道された。2015年に打ち上げ予定だった外国の衛星打ち上げ3回についてはそのまま実施される予定あったが1回のみが実施され他の予定されていた衛星はファルコン9で今後打ち上げられることとなった。ドニエプルはソ連時代に ICBM として配備されていた R-36M に小規模の修正を加えたものである。主な違いは、弾頭部分、スペースヘッドモジュールにあるペイロードのアダプターと修正を加えられた飛行制御装置である。基準となるバージョンでは、300km 上空の低気道へ 3600kg のペイロードを50.6度の軌道傾斜角で打ち上げることができ、300km 上空の 太陽同期軌道では98.0度の軌道傾斜角で 2300kg のペロードを打ち上げることができる。典型的なミッションではこれよりも大きな一次ペーロードと超小型人工衛星やキューブサットよりなる二次ペーロードを同時に打ち上げる。現在、弾頭部分の内側に取り付けられるスペースタグを開発中であり、これを使うと ペイロードのための容量は犠牲になるが、惑星間脱出軌道、インタープラナテリ、エスケープオービットなどの、より大きなエネルギーが必要となる軌道へも打ち上げが可能になる。ドニエプルが商用利用される以前は、これまで ICBM の発射試験を160回以上、97%の成功率で打ち上げてきたロシア戦略ロケット軍により管理されていた。 初の衛星打ち上げは1999年4月21日に行われ、イギリスの小型衛星ユサットマイナス -12 を打ち上げた。2004年12月27日、JAXA はこのロケットを用いて、密衛星間通信実験衛星をカザフスタンから打ち上げると発表した。当時の打ち上げ費用は10億円程度とのこと。発射は、ロシア・ウクライナ合弁のエスク・コスモトラス社によって、 バイコヌルール宇宙基地から2005年8月24日午前6時10分に行われ、OICETS は予定通り高度約 610km の軌道に乗って、キラリと命名され、一緒に打ち上げられた小型技術実証衛星は、例名と命名された。2006年7月12日には、ビゲローエアロスペース社のジェネシス・アイの打ち上げに使われた。その他、ジェネシス 餌のライサットマイナス2、ドイツのターザー X と、ダンダム X、韓国のアリラン5号などの打ち上げに使われた。2013年11月21日には、ウェザーニューズ社のウィニサットマイナス1をはじめ、各国の小型衛星やキューブサットを、計3 2機も打ち上げ、ロケット1機による最多衛星打ち上げ記録を作った。 2014年6月20日には、カザフスタンの地球観測衛星、カズエオサット2をはじめ、東京大学の程良し3号、程良し4号など、計33機の人工衛星の打ち上げに成功し、ロケット1機による最多衛星打ち上げ記録を更新した。この33機はロケットから直接放出した数で、あり、2サットマイナス6からさらに4機のキューブサットを、 放出したため合計では37機となる。2014年11月6日には、日本の衛星計五機、a s n 1と小型衛星4機、ほどよし1号、チャビュー Z-1、ツバメ、クサート EOS を同時に打ち上げた。2006年7月26日に行われた7度目の打ち上げは、失敗に終わった。 打ち上げ74秒後に第1弾エンジンが停止したことが分かっている。墜落地点は打ち上げ台から 150km 離れたカザフスタンの無人地域である。有害性の液体燃料は墜落地周辺に汚染をもたらした。なお、この打ち上げに使われたロケットは20年以上前に作られたものである。他国籍のグループが打ち上げ失敗について調査を行い、 調査終了までバイコヌールからのドニエプルと R3M の発射は中止された。この打ち上げ失敗により、日本大学が開発したシーズをはじめとする、搭載されていた18個の小型衛星が破壊された。ドニエプルは3段式であり、これまではべて3段構成で打ち上げられている。将来のオプションとして、3、4段の開発も進められた。 第4弾の ST-1 を使用せず、第5弾用 ST-3 を第4弾として使用する選択肢もある。1、2弾は ICBM をそのまま使用しており、3弾も基本的にはそのままで若干の改造が行われている程度である。ドニエプルロケットは ICBM を転用したロケットであるため、通常のロケットとはかなり異なる特徴を有している。打ち上げは、 地下サイロから行われており、サイロ内でガスが膨張する力でロケットを地上に押し上げ、高度20メートルの地点で一段エンジンに点火するコールドロンチ方式が採用されている。このため打ち上げビデオを見ると一瞬上昇の勢いがなくなり、一段点火後に再上昇を続ける様子が確認できる。また点火したガスで一段エンジンが損傷しないよう、エンジン部分は円筒の 保護トレイでカバーされており、サイロから放出後にトレイは横方向にモーターを噴射して機体への衝突を回避する形で投棄される。ドニエプルロケットはマーブ放出用に設計された機体のため、3段エンジンの噴射口はロケットの上部に向いた形で取り付けられている。従って減速ではなく軌道投入のために加速するには3段の 点火直前に180度姿勢を変更しなければならない。ペイロードフェアリングは2つ使用されており、2段の上昇中に外側のフェアリングが分離されるが、内側のフェアリングは3段の燃焼終了後に大いが外される方式である。これは衛星を搭載する場所が3段の4機の燃焼チャンバーの中央にある円筒の内部になっているため、3段の燃焼ガスが 衛星に付着して衛星が損傷するのを防ぐために必要となる。通常の三段ロケットのように衛星を下から押すようにロケットを噴射するのではなく衛星を引っ張る形でロケットを噴射する。このため衛星放出時は衛星を放出した後その髪型に位置する三段は衛星との衝突を回避するためにさらに上昇を続ける必要がある。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。